ベッチンベッチンは横糸パイルの比較的毛足の短いパイル織物の一種。綿ビロードとも呼ばれる天毛素材の一種。18世紀にフランスで生み出された生地。元はベルベットを模して綿で作られていた。ベルベットとの主な違いは、ベルベットは縦パイルをカットしたものであり、ベッチンは横パイルをカットしたものである。日本へは明治時代に伝来し、 ベッチンタビの素材で知られるようになり、大正時代には防寒用のタビが流行した。パイル糸をカットすることによって毛羽を立てる。手触りが柔らかく厚手の光沢のある布地のため帽子、スカジャンなどに使われる。繊維を毛羽立たせてあるため静電気でゴミがつきやすいが、布用ブラシで払うかセロファンテープを貼り付けるとよく落ちる。印鑑から貴金属、指輪に至るまで、 高級品は大抵、ベッチンケースと呼ばれる蒸気の素材を使用した特殊なケースに収められて販売されることが多い。日本国内では95%以上が静岡県岩田市で製造されている。なお、これに、うねのある生地をコーデュロイという。ABCD、ベルベットとベッチンとは違うもの。一般財団法人、日鮮県品質評価センター。 2019年12月31日閲覧。ありがとうございます。